う少々お待ちください。10人行きました。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。います。私ここに。シートベルトのちょっと都合上動けない。はい。はい。本日は、はい、捜索5日目ですね。5日目です。はい。これからまた吉見町付近に、はい、行きたいと思います。行きたいと思います。はい。今日はもう絶対見つけましょう。今日は暖かいので、暖かいからね、はい。この暖かさで少しね耐えてくれてたらいいなと思うんですけど、はい、半袖です。いや私長袖です、はい、それぐらい暖かいのでもう今日は暖かいうちにもう見つけてあげようかなって思います。はい、頑張りましょう、はい、うん、昨日その前とですね、ちょっと住所であれしてるのかなんですけど失礼します、うん、河川敷だったり、はい、長さん運転してください。ビビちゃん、まあ、1キロ、2キロ、3キロ、まあ、多くて5キロ圏内を捜索したりとか、ヤブ、ヤブ竹ヤブみたいなところの中を見に行ったりとかしてるんですけれども、まあ、そういうところでね、暖を取ってくれてたらいいなっていう思いがあるんですけど、なかなかまだ見つけられてない状態ではあります。森みたいな茂みがあるところとか見に行ったりとかもしてます、はい、あと餌をね置いてみたりとか、はい、いろいろあらゆることはしているんですけど減ってるといいですね、はい、その昨日竹やぶのところに2箇所お貸していただいたところから1箇所のところ5箇所竹やぶのところ置いてる5箇所近く置いてるんですけど、まあ、餌を見に行きまして、まあ、そこは減ってなかったんですけど、はい、あの神社みたいなところとかいそうなところいっぱい置かせてもらってまして、昨日見に行った時も減ってなくてっていう状態です。お腹が空いてると空いてますよね。絶対空いてるので、はい、その匂い見てくれたらいいなって、はい、そうですね。今日も同じ方を回って、はい、河川敷とかにいろんなところを見に行ったりとかもしたいと思います、うん、明るいうちに見つけ出してみせます、ね、明るいからさもっと見やすいと思うんだよね、はい、皆さんもあの拡散たくさんの拡散本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張りたいと思います。はい、本当にあの本当にもう絶対ビビちゃんじゃないって思ってももう迷い犬とか、もう野良犬とかでも全然構わないので、そういうのも SNS に特徴とかそういうのもどこどこにっていうのを拡散していただけると、他のを探してる方とかもすごくあの、ね、はいと思うので、皆さんあのよろしくお願いします。はい、本当にたくさんたくさん迷い犬とかあの いるので、うん、多分毎日。
たら外れてる可能性もあるので、そうですね、引っかかってる可能性もなきにしもあらず、はい、見た目は柴犬っぽい子です。メスです。メスです。はい、そうですね、ワードで入れないと、はい、でもね、でも今日は明るいのでちょっと入ってみたいところはあるよね、はい、なんかたくさんありますね。なのでね、はい、いただいたと思います。ちょっと一回降りて、はい、それからもう一回降りて、また降りるのになります。はい、ありがとうございます。なんかビビちゃんのことを考えてると、その看板を見忘れちゃう。いや、もう人の気持ちってすごくありがたくって、はい、なんで本当にね、それこそいろんなたくさんの方が拡散してくださって、本当に手を開いて、なんで繋いでくれてるからこそ、それの気持ちに応えたいっていう気持ちと、もう一つはその皆さんが早く見つかるといいですねっていう思いに応えたいっていうのもありますし、あとはビビちゃんが一日も早く見つかること、もう見つけきることっていうのがやっぱり目標。もうこれはね、もう本当に必死です。本当に必死です。久しぶりに必死です。じゃあ今まで必死じゃなかったのかって言われると、一度うちのワンコもですね、一度脱走したことあるんですよ。ワンコ同士のやっぱり喧嘩というか、こうビビってしまって、でどこをも傷とかそういうのはないんですよ。あまりにもビビってしまって、それですごい暴れ方をして、それでもう振り切っちゃったんですよね。リードが抜けてしまったんですね。だからその時の格言からですね、自分たちはちょっとごつめのハーネス、童話ですよね、童話にしてるんですけど、でまあ本当に美桜なんか一日でフルマラソンをするぐらい走っていろんなところを探してましたし、もう全員で必死に土地勘があったので思い当たるところはめっちゃくちゃ探したんです。でもどうしても見つからなくって、でいろんな方たちが手を差し伸べてくださって、ただなんとですね、意外や意外、
遠くに行ってないんですよね。逃げて遠くに行ったんです、一回は。でも、なんていうんですかね、戻ってきてるんですよね。戻ってきてるんです。それは、犬は嗅覚もいいですし、耳もいいので、あの、匂いですよね。匂いとかそういうことで戻ってきてるんですよ。戻ってきてるんです。で、どこにいたかというと、道場、寮ですね。道場と寮は併設されてる場所なんですけど、その隣のに学校があるんです。その学校のところに隠れてたんです。本当に、言ってしまえば窓開けたら目と鼻の先ですもん。もうすぐ、あっていう近所。だから、それがあるので、遠くに行ってないって本当にそういう気しかないんですよね。でもう遠くに行ってて街中歩いてれば何かしらツイッターやフェイスブックかインスタとかあるいはメモリいろんなのがあると思うんですよ。もう何かしら迷い犬で出てるんで毎回毎回迷い犬のところをチェックさせていただいてるんですけど、その一切ないということは多分人目に触れないところ、うん、つまり、さっき星月が言ったように竹やぶだとか、あとはそのやぶ普通のやぶの中だったりいろんなところだったりすると思うんですよね。だからそこをとにかくそこを目指して毎日、探してます。で、門倉がさっき教えてくれましたけど、何箇所かにご飯を設置しました。お皿の上にたくさんのご飯を設置して、でひょっとしたら猫さんが食べてるかもしれない、ひょっとしたらタヌキさんが結構いましたので食べてるかもしれない、でも犬かもしれない。で1日目、セットしました。で昨日まあ連日ですけども、2日連続でちょっと少なくなってるところにもっと多めに置いてきました。今日それがなくなってれば、少なくなってたりとかするならば食べてる証拠なので、そこに動物用、動物だけをその感知するカメラがあるんですよね。で、その時に瞬間的に写真シャッターがポンと降りるという、でそれを、うちのそのいつも譲渡会で、一緒にやってる保護団体なんですけどの、方が設置してくださるようなことを言ってるので、もうそしたら、大体何時頃に来て、それでどっち方面に行ってるっていうのがもう細かく細切れで分かるらしいんですよ。だからそれももう頼りにしたいぐらい、あもうそれも頼りにしたいぐらいですね。だから本当に努力もさながらですけども運も味方につけたい。今回は運を味方につけたいですね。本当に味方につけたい。で一匹をね、本当に自分たちいつも思うんですけど、一匹をちゃんとできなければ二頭も三頭も絶対できないって。そんなよく自分がしっかりしてないと人のことなんか面倒見きれないっていうのと一緒でだから本当ここはですね、一番最初にいの一番にですね拡散をしてくださった方、あるいはご心配をしてくださってる方にですね、ビビ確保のですね、お便りあるいは写真見せてっていうよりも見てもらいたいですね。見てもらいたいです。そんな思いですね。で選手もですね、心配をされてる方はいらっしゃると思うんですけど、今日土日でですね、選手試合に出てる選手もおります。でちゃんとそこにセコンドに行く子もいます。で、土曜日は昼までの、練習なので、ちゃんと練習をしてから行ってます。だからちょっと遅くなってしまうんですね、どうしても。ただ今日土日、特に日曜日もありますけれども、行ける子は行けます。朝から行けます。とにかく時間のある限り、
本当にちょっと頑張ってみようかなっていう、こうもうなんかこう探せる気しかしないっていうぐらいの勢いで行こうかなと思います。でもね、時々ね折れそうになる時あるんです。本当にもう悲しくって辛くって、なんか桃のがポロッと自分がちっぽけに見えるってこう言って、暗いところから走って帰ってきた時にボソって言って、他その時に星月も進藤もいたんですけど、あまりにも長い河川敷だったりとかいろんなところを探しました。実質、吉見町から南にちょっと下ってって、で、河川敷のあるところっていうところを結構探してます。一度探しました。朝霞市ぐらいまで行きました。でうちのスタッフは戸田のところまでも探してくれてます。でもやっぱりフォーカスは近くなんだっていう気しかしなくって、だからその半径の 2,3 キロなんじゃないかと言っても、だからそこをやっぱり重点的に勘ですよね。もう本当に当てにならない勘ですけど、そういう気しかしないのでちょっと頑張ってみようと思います。はい、すいません、スーパーチャットをいただいております。あやくまさんから、皆さんこんにちは、捜索お疲れ様です。私もできる範囲で見ています。職場の職員さんにも気にかけてもらっています。利用者様もお外見るのが好きで、ワンちゃんもよく見ているので口調を話して見かけたら教えてくださいって話してみました。早く見つかってほしいです。 Facebook にて拡散お願いしました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。本当に今度私たちも、私たちマーベラスとあと、自分の親友なんですけどもがもうドッグトレーナーの免許も持っております。で、二種免許も持っております。全部の免許持っております。はい、ワンちゃんのその譲渡会を3月7日に行います。その時の寄付にさせていただきたいと思います。どうしてもワンちゃんは食事だけではなくって、やっぱり人間と同じように腎臓の悪い人とかはやっぱりその味が薄くなったりとか、腎臓にいい食べ物を食するのと同じで同じなんですよね。あまり変わらない。だからそういう、フードですよねに変えてあげたいとか、あとは子供お腹が大きいまま保護される子もいますので離乳食に使わせていただいたりとか、強いてはこれから飲みだりの季節に入ってきます。他の季節にも入ってきます。でそういうワクチン、いろんなワクチンにも使わせていただきたいと思います。本当にありがとう。もう本当に本当にありがとうございます。たくさん他にもいただいております。ドローンリマッピーさんから、連日お疲れ様です。少額ですが何か私にご利用ください。もう本当にね、もうごめんね、本当にごめん、もうみんなごめん、もうなかなか役立たずでごめん、もう泣けてくる。マナピーさんから、毎日お疲れ様です。少しでもビビちゃんに気持ちが届きますように、魅力ですが拡散させていただきます。ありがとうございます。おー、なんか泣けてくる。サッチさんから、連日の捜索お疲れ様です。ビビちゃんに会えると信じてスーパーチャットいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか自分たちはプロレスの団体をやっております。マーベラスプロレスリングという団体、プロレスの団体です。プロレスラーも本当に選手たちを、育成していくときに愛でる、育む、そして時に叱る、これをちゃんとしっかりできるような、団体でいたいっていうのをいつも志してます。で犬を選手たちに与えるとどんなことが起こるかというと癒しです。もうそれはもう心言葉にならない。人では人が100の言葉をかけても犬の存在一つで本当にこう心がその和らいだりとかリラックスできたりとか、そういうのを本当にいただいております。なくてはならないそのパートナーですね。パートナーシップ、その要するにファミリーとしてのパートナーシップが築けていると思います。本当にたった一匹って言ってしまえば、まあ、本当に簡潔に
豚一匹じゃんって言えば簡単なことですけど、その一匹も本当にそういう人を癒すパワー持ってますし、なおかつドッグレスキューで被災にあった場所、人が入れないところにはなんと保護犬たちが訓練を受けて、そして人が入れない場所まで入って人がいるかどうかっていうのを確認し、そして自分が下敷きになって亡くなっちゃう子もいます。人のために働く子たちと自分は認識しております。ですから自分たちもほんの少しでも恩返しができれば、これは嬉しいかなっていう、その自己満足と言われればそこまでです。もうそうかもしれません。でも私はそういう感覚で言いますので、必死になります、必死になります。なんかふとね、なんか思ったんですけど、毎日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 、夜の河原、夕方の河原、夕暮れ前の河原を18キロ20キロって走ってるわけですよ、ね、その時になかなか見つからないでしょげて帰ってくる選手たちの顔を見ても、そこを叱咤して頑張ろうぜ頑張ろうぜって、寒いぜってビビちゃんの方がめっちゃ寒いと思うよ、お腹空いてると思うよと思うと、本当に単純な子たちです。うちすぐスイッチが新しく入ってくれます。本当にありがたいです。昨日はいくつかのミーティングをやらせて、自分はお仕事だったのでガッと凝縮してやらせていただきました。ですから今日は動けます。頑張りたいな、頑張れたらいいなって思います。要するに見つかったらいいなって本当に思うだけです。本当にもう抱きしめてあげたい。まだ一回も会ってないんですけど、すごい愛着って、愛着が出てきちゃって、自分の子のように思えてきちゃって、なんでしょうね、不思議ですよね。はい。なんでしょう、犬猫とかって忖度なく本当に人間のそばにいてくれるじゃないですか。はい。あれいいですよね。とてもいいです。スーパーチャットまだいただいております。ハイプルさんより、長谷さん、メイさん、マリアさん、リエさん、お疲れ様です。今日こそビビちゃんが無事に見つかりますように、長谷さんの勘が当たりますようにと。勘がね、もう本当に本当ね、もうね、バカな勘しかないんですよ。本当に土地勘もなければ第六感もなくって、もう腹立つぐらい自分がもう自分で嫌になるぐらい、本当にダメね。あ、微力ですが、これからこれなんて読むんだろう、新しいに山水の川に岸が、岸川ってなんて読むのこれ。で自分たちが行ったところですか。あ、場所ですか。それは場所の名前ですか。微力ですが、これから探しに行ってきます。どうかビビちゃんに伝わりますようにと。ありがとうございます。書いてくださってる方がいらっしゃいます、コメントで。あと、泣けてくる。連日お疲れ様です。毎日徒歩で出勤してるので、ちょっと遠回りしながら見てます。どうか見つかりますようにとコメントもいただきます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。腰尾さんより、連日の捜索ご苦労様です。本当は温かい飲み物や食べ物を差し入れに行きたいぐらいですが、行くことができないのでお気持ちだけですみません。皆様、風邪ひかないよう気をつけて、ありがとうございます。捜索してください。ありがとうございます。ありがとうございます。もうとにかく、だいたい選手1回行くと10キロぐらい走ってくるんですけど、車って便利ですよね。すぐ温めてくれるので、もうすぐ温めてくれて、そのうち血行が良くなってポリ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 書いてるんで、痒くなってくるんですよね。もう顔もほっぺたとかも痒くって、生きてる証だねって言って言ったりとかするんですけどね、はい、本当にレスキュー、本当にレスキューやりたい、本当にやりたい、やりたいですね。なんかね、
最近ここ本当に数日間で思ったことなんですけど、はい、さっきも言ったように自分たちプロレスラー、はい、でも、中根さん個人的な夢何ですかって、はい、よく聞かれるんですよ、はい、ずっとプロレスばっかりをやってきてるので、はい、個人的な夢って何ですかってこう言われた時に、まあプロレスはもう生涯、寄り添っていくもんだと思いますって一番言ったんですよね、はい、ただもう一つ夢が叶うんだったらって言ったら本当にもう本当のなんだろう頑張りを見せられる、ドッグシェルターですね。ドッグシェルターを自分が保護施設をやりたいぐらいです。はい、本当に保護する施設をやりたいくらいですね。スーパーチャットをいただきました。石山智也さんより門倉さんのツイッター情報から来ました。ビビちゃん頑張ってください、見つかるといいですねといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のやつは全部、譲渡会で、役に立てるようにいたしますので、本当にありがとうございます。本当に皆さんの温かいお気持ちははい、そのような形で、使わせていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか、トレーナー免許って意外と簡単に取れそうで、まあ、ちゃんとねテストがあるし、もちろん大変だけど、でもそのトレーナーさんがちゃんといて、その下でアドバイスをいただいて、散歩チーム、ご飯、あるいは、もう高齢犬、大型犬でお腹が大きいままで出産を控えているワンコ、ワンと病気の子、ちゃんとセクションを分けて本当にやりたいと思いました。自分できるんかな。まあ、今までできないって思ったことはないです。いや本当に死に潜りになればできるんだってしか思ってないので、もう本当お気楽だと思われても仕方ありません。でも本当に死に潜りってなかなかそうそうできることじゃないんですけど、そういうねシェルターとかね本気で作りたいなと思いましたね。突き動かすものってやっぱり家族が迷ってるんだったら、迷いになってしまったんだったら、迷子になってしまったんだったら必死で探しますもん。本当にね、批判来てる。大丈夫？はい、大丈夫です。ネズミちゃん、はい、いろいろと読んでください。はい、長谷さん運転してて読むことができないので、はい、はい、すいません。スーパーチャットいただきました。オフィスの奥から元ショップスタッフです。1日の移動距離は約 1から5キロメートルくらいです、はい、天候や風向き等を考慮されると良いかもしれません。皆さんのご声援と無事に見つかりますようお祈りいたします。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。他のコメントも読んでください。はい、長谷さんの決意があればできないことはないと思いますとコメント来てますね。そうですか、その気になりますよ。保護されることもあるということですね。そうですね。でも今のところビビちゃんの式ワンちゃんはないと。もう助けてくださってありがとうございます。本当助けてもらってる。メープルさんより長谷さんだったらできます、そんな長谷さんが大好きですとスーパーチャットいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。
ある日ですね、犬って本当忖度ないです。だから付き合いやすいです。とても猫もそうです。ただ純粋なまでにずっと見つめてくれてます。そばにいてくれてます。なんでしょうね、本当にこの不思議な感覚っていうのかな、その命を共に、楽しいことで埋め尽くしてあげたいなっていうのもありますよね。汗をかいてくれたらもう気がいっぱい持ってきてるんで、いいんですけど、それぐらい汗もかかないんですよね。10キロ走っても汗もかかないぐらい寒いです。もう霜がすごいんですよ。夜もう草がめちゃめちゃ固いトゲみたいになるぐらいめちゃめちゃ寒くって、でもう白いんですよ草が。で踏むともうザクザク言うので、その上を走ってるって考えるとそれもすごいだから一日も早くね、確保したいですね、はい、皆さんこんにちは。遠いので探しにはいけないですが、早く見つかることを願ってます。そして皆さんが無理なさらないようにしてくださいと。ありがとうございます。ただ時にですね、無理しないといけない時もあります。でもこの時だけは無理させてください。お願いします。ちゃんと選手たちはご飯もちゃんと食べてますし、お風呂もちゃんと入ってますし、ちゃんと化粧もできてます何より、長距離を走ったりするので、ある子はもうめっちゃスタミナつくとか言ってるぐらいなので。ビビちゃんが無事に見つかることを祈ったことしかできませんが、皆さんもご無理をなされませんように。永井さんの夢きっと叶いますように。ありがとうございます。ありがとうございます。でもリンなんかさ、はい、ドッグシェルターとかさあったらさ、はい、結構ずっと行ってるんじゃない？はい、犬が好きなので一緒に遊んでさ、はい、でこれをあまり人とほら接しないで、はい、ワンコに囲まれたりとか、はい、自分個人的には人と接するぐらいなら犬と一緒にいたいですあ、そう、はい、ね、後ろこの隣の後ろのマリアもそうなんだよね。基本ね、必ず寝てるスズちゃんを起こしてでも抱っこしたいのね。朝と夜ご挨拶してから。これ違うでしょ。それってなんかさ、癒しもらってるでしょ。はい癒しだよそれ。そう、爆睡してるスーちゃんをずっとツンツンしたりとかしてね、起こすんですよ。で起こしたはいいけど、もうギューッと抱っこして、もう顔がね、癒されてる顔してんだよねこれチャージしてるチャージしてるっていう、なんかもう自分に栄養チャージしてるみたいな。まあ、どちらかといったらね、星月は大型犬担当だよね。春馬と一緒に寝てんだよね今ね。はい、春馬とうどんくんが担当です。まあ秋田犬の春馬くんも保護です。保護した子、うどんくんも保護して、うちの家族になった子たちなんですけど、春馬は多分怒るとすごい強いと思います。でも怒らないです。もう本当にうーって言っても一言言うと黙っちゃう。でもうどんはまだやんちゃ盛りなので自分で甲乙をつけるんですよね。この人は自分より下、この人は自分のより上っていう。で、何、あなたの立ち位置って
うどんからするとどうなの？おやつをくれるからとりあえずやばつまり舐められてるでもそう面白いんですよ。うどんはでも罪悪感もあるみたいです。何か悪いことした時にすぐに下から見るんですよ。様子を伺うんですよ。許しちゃいます。許すんだ。許しちゃいます。はい。でもうどんはめちゃめちゃ遊ぶのが大好きなんで、なんか何ですかね。長さんがからいただいた布の丸いボールわかりますか。あれがうどん大好きで、自分たちがいくらおもちゃを新しいのを渡しても必ずそれは最終的に端に置かれて長谷さんのボールで遊ぶんです。彼はうどんくんっていうのは真っ白い、大型犬の犬なんですけど、先天性のウォンビルブランドって言って血友病を持ってます。どういうことかというと、血の病気なんですけども、切り傷がちょっとでもあると出血がずっと止まらないです。本当にずっと出続ける。要するに赤血球が作れない、体質です。だから、例えばどっか打って、人間がこうよくあざになるように内出血がもし彼の中で起こったら、その内出血したところがどん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 血で膨らんでいって、それでそれを早く対処しないと要するに壊死してしまうんですね。でもその時にはもう大きな手術になってしまって、その手術も独特な手術も、手術イコール出血は伴う。でもなるべく出血を止めながらというリスクの高い手術をしなきゃいけなくなります。彼は今まで何度かやりました。だから本当にこけるとかどっかにぶつけるとかそういうのがとってもダメです。その代わり犬はお気楽極楽なところもあって、僕はそんなの知らないっていう感じでですね、もうとにかく遊びますいうことなんかあんまり聞きませんが、ただ、叱る時っていうのはしっかり叱らないと、本当に、自分のが上と思われてしまうので、だからこの人の言うことを聞いてないと叱られるって、ちゃんと上下関係、本当に狼の種族なのでもともとは、だからちゃんと上下関係をしっかりして、あげることが住みやすい環境を作れるというか、だから自分うどんに噛まれたことないんですよね。で、うーって言われると自分も絶対に目離さないので、そうすると座ってくれて上目遣いになってっていう。春馬にもワンっては吠えられたことあります。それはおやつ欲しい時です。でもワンって言わないで、ふんふんふん言いますね。ふんふんふん、飽きた犬なのに可愛い。本当に怖い、大きい犬イコール怖いと思われてるんですけど、そんなことはないです。それは本当に今までいろんなワンちゃんたちと保護して、そして譲渡めでたく譲渡成立した子たちっていうのいますけど、どんな子もちゃんと向き合って付き合うととても付きやすいパートナーになります。と楽ですよ本当。じゃあハルマとうどん、恋人にするならハルマとうどん全然違うじゃん。秋田犬のハルマと多分秋田となんかミックスになってる、うどんくん、どっちがいいですか？恋人にするなら。え？恋人にするならですか？はい。結婚するなら。タイプですよ、タイプ。強いね、はい、本当に我慢強い、いい子。
行こう。何も言わないよみたいな感じ。行こう。もう飽きたいのがね、あんなにね従順だって本当に自分本当に初めて接して分かりましたね。でなおかつ温暖って温厚、温厚です。とても温厚です。でも最近春馬は嫌な時は目を細めるようになりました。嫌な顔ですね、はい、嫌だよって合図を。アイコンタクトだ、はい、うわーとか言わないんだ、はい、目で前をって顔しますめっちゃ表情に出ますね、はい、かわいいじゃん、ね、かわいいです。めっちゃかわいいです。ぼっちの話をしますけど、はい、パパぼっちは本当にボスで、今あの試合のところに、この冬の間はちょっと預けてるんですが、ちょっとでなかなか取りに行けなかったのはコロナで、自粛、その おうち時間、不要不急で出ないでくださいって言われてしまってから、なかなか行けなかったりとかしたんですね。だからぼっちはちょいちょいと帰ってきてくれますもん、本当に。その代わりぼっちの特徴って何、なんかもうこれボスだなっていう。ぼっちはみんなを高いところから見てますで、わちゃわちゃわちゃってなった瞬間にうわーって言って止めに行くみたいな、喧嘩の仲裁してくれた、はい、俺が一番上だっていうのをそこで教えてる感じが。あと一番おしゃべりができます。ああよく喋ってるよね、はい、話してますね。あと地味にさ帰ってきたらさゆっくりみんなのところ練り歩いてない？はい、はい、順番でよくわさが怒られてますね。わさとピヨスケがピヨスケこんな振りながら行くベック、ベック、マック、マックがこれ俺の前で喧嘩するなみたいなやっぱボスなんだね。スーパーチャットいただきました。おのいかりさんから、お疲れ様です。遠いので回復さしかできずすいません。暖かい週末に見つかるといいですね。スーパーチャットいただきました、はい、ありがとうございます。今日をもうできるだけできるだけ見つけたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おのいかりさんからまたいただきました。空き家などで暖を取れてたらいいな。スーパーチャットいただきました。ありがとうございます。本当に、この収益は皆さんがスパチャ投げてくださるじゃないですか。それは譲渡会でワンコの必要なものを買ってもらう、あるいは食べてもらうものとか、そういうものに使わせていただきます。どうしても中にはやっぱり寝たきりの子もいます。やっぱりそういう子たちって自分で本当は立ってトイレ行きたいじゃないですか。人間だってそうじゃないですか。でもどうしてもおむつが必要だったりとかする子もいますので、本当ありがとうございます。皆さんもう本当志ありがとうございます。ありがとうございます。で今日本当に見つける気しかしないぐらいの気持ちではいます。います。ありがとうございます。はい、もうそのお気持ちを一緒に背中にしょってですね、現場まで行きます。もっと行って。すごいです。コメントで富士見のララポートから40分くらいのところに住んでいます。はい、少し距離はあると思うんですですが、じっとしていられず。柳瀬川河川敷を午前中に3時間歩いて捜索してきましたが、ビビちゃんに会えませんでした。もうありがとうございます。本当にありがとうございます。もう感謝です。ありがとうございます。本当に自分たちも実は剣またぎで、千葉県から一旦埼玉県の方に向かってるんですけど、結構、吉見町っていうのかな、の方、吉見町の方がですね、やっぱり結構遠いので、どれぐらいあるかっていうと90キロ、片道90キロあります。で、土地勘がないんですよ、自分たちも。だから、もうマップを頼りに、もう地図の読める女、地
ようになってきております、はい、地図見たらあこれこっち側からこっちだねとか、そう地図上になってきます。すごい地図が見れるよう、ね、に便利な世の中でありましたね皆さんね。あの携帯一つでも何でもナビゲーションついてるじゃないですか。もうすごい、もうね、本当にお休みなのに、はい、その貴重な時間をありがとうございます。最近ですね、鈴がやさぐれてまして、やさぐれてるんですよ。一緒にいてあげる時間がとてもとても少なく、もっと少なくなってきてるので、いいって、で今日もじゃ あの探してくるからねって、探してくるからね、待っててねって言ったんですけど、基本もう目を細めたままじーっと見てましたね。あの小さな顔で、小さな顔でちょっと睨んでましたね。まあ帰ってきたらね、あの甘かすんですけど、いや帰ってきたら多分後ろに後部座席にいる、あの何でしょう、右側、私から言うと私の後ろ側にいる娘がですね、多分一番最初に癒されたいタイプなんだと思います。スーちゃん抱っこして寒かったとか言いそう、なんか自分も最近も帰ってきたら癒しちょうだいって言って癒しもらってるんですけども、その癒しがバトルで、人の顔は踏むわ、本当にねもうひどい、もうわちゃわちゃされて、もうすいません、自分動画撮ってるので後々アップさせていただいてもいいですか。本当にもう犬にめちゃくちゃやられっぱなしですもん。はい、あの上げさせていただきます動画。もう本当にあの見にくい瞬間です皆さん、すいませんけど見にくいものを見てやってください。ただ犬に負けてます、完璧に。喧嘩始まってますから、乗っかったまんま中谷さんの取り合いです。もう噂が一番強いんですけど、その あのなんていうんですかね、争いっていうんですか、中谷さん中谷さんの口を狙いに、あのなんでしょう、ムツゴロウさんじゃなくてチグゴロウさんですね。よしよしよしは言わないですよ、もう本当にやめてって言ってますから、あまりにも苦しくって、さすがにちょっと体の上に乗っかるとね結構ジャンプしてきますからね、すごいです。そう、足がちっちゃいからピンポイントでグランって入るんですね。それがもう溝落ちに効く効く、もでも本人たちはね楽しくて仕方ないわけですからね、何も叱りつける必要もなく遊ばしておくみたいな。半分いきました。そうだね、やっと半分です、やっと半分です、やっと半分です。もうこの時点でこの辺の位置は分かりません。川沿いとかってすごい広いですね、なんか本当に。あの昨日バットクルーさんのところにちょっと用事があって行かせていただいたんですけど、そのバットクルーの大将はですね、ドローンを扱ってまして、でそれをちょっと操作させてもらったんですよ。面白かった、面白そうだなと思って、そしたらなんと結構操作できてしまって、自分嫌いじゃないんだなっていうのが分かりましたけど、あの急上昇をファーさせて、敷地内ですよもちろん、ガーさせてそこで展開させて、それでガー進ませてまたバックしてとか、そういうの全然できて、なおかつここまで下ろして、ここで手の上にこう乗っかってるような感じで遊んでましたね。好きなんだあれ。あ、そうだ、あのね、どなたかわからないんですけど、あの自分のところにですね、なんとフラッシュライトを送ってくださった方がいらっしゃるんです。これこのフラッシュライトです。これとあとはこの
頭に、はい、つけるやつ、これどなたかあのお名前が書いてなかったんですけど本当にありがとうございます。多分あの自分インスタかなんかで まあライトね、フラッシュライトをね、そのネズミちゃんに買ってきてもらったんでね、そしたらあの普通に家庭用のお家の中を照らすような感じのやつで、これみんなアイビームのやつを持って、まあ、行ったんですけど、そんなにすごい遠くまで照らすってわけじゃないですよ。で自分なんかもっと照らさない、これ役に立たねえって言ってたんですけど、多分それをもし聞かれてたんだったらば、本当にあのおっしゃってください。どなたか本当になんか送ってくださって本当に申し訳ありません。なんかお礼も言えず、あの当てなかなかったので、とりあえず懐中電灯かき集めて、リンさんは自転車のライトまでLED のあの本当に漆黒なんです、本当に漆黒なんです。黒じゃなく真っ暗じゃなくて漆黒の闇なんです。本当に何もライトも何もないので、ライトがなかったらもう歩く場所もわからないです。足元にあの犬にあの照らすのはちょっとビビってしまうっていう話も出てるので、とにかく足元を照らすようですね。自分たちの足元を照らすためにはやっぱりちょっと本当に漆黒の闇は結構危険ですね。だから、ま、一人で、行かせるっていうことは絶対ないので、で車でハイビームにして、小高いところから目印を作ってあるので、だからあのみんなそこに向かって帰ってくるので、ドローンですね、人間ドローン。今日星月何どれぐらい行くの？足が何て言うんですか、10キロ以上走ります。今日本当にあったかいので今日中に見つけ出したいですね。また明日寒くなるかもしれないので。でもこの子たちやっぱアスリートだなと思うんですけど、あの本当に走って疲れて帰ってくるじゃないですか。そうするとね、ちゃんと糖質も考えてて、それであのちょっとしたあの飴を必ずね口の中で照らすね。それもなんかね和風な女なのね。なんかきなこの飴。舐めてますね。そうで、中田さんこれ食べられますか、中田さんこれ食べられますか、これ食べますかって言ったら、後ろから振動からね一撃されてたよね。あのそうやってって、あの食べられるっておっしゃってないんだから、あの進めないのそんなにって一撃そう、中田さんが食べるっておっしゃって、そうおっしゃってくださったらその時にお渡ししてって言ってないんだからそしたら、ああうんうんみたいな感じ。いや、見事同性論です。一撃しましたね。ナイスね。でもあの干し芋は美味しかったよね。はい、美味しいです。干し芋とかを持ってくるのよ。干し芋いいな、食べたい。なんかすみません、すみません。パン食べて、パン食べて、パン、いただきます。食べて、今のうちに、はい、炭水化物入れて熱量に変えといて。自分もこっつり干し芋スルーされたんですけど。リさん、自分が欲しいも作ってみせます。いや、怖いから大丈夫。大丈夫ですか？怖いよいしょ。それどこに干すの？ちょっとあのどっからに。やっぱそうだよね。怖いでもワンコが多分その下のにもジャンプして食べる。絶対食べんじゃん。食べちゃうよね。もうそしたらもう、はい食べたのって欲しいも一生干されない。干し続けます。ほぼ生のまま食べられる。さつまいもですからね。言ってもそんなに悪いものではないので、うん、ただ多分食べられてるんだろうね、はい、そうじゃなかったら手でこうやってやられてるよね。はい、あのうちジャンプ力の高い子たち身体能力高いので特にライとかレンちゃんとか、はい、アースとかは、はい、体が軽いので、ボッチがハイジャンパーだったんでね。ボッチ君、うん、今やったら危ないです。今はやらせない、今はやらせない、今は
時々めっちゃなんだろう、メイの胸のところまでジャンプできるのがスーちゃんですよ。はい、スーズめちゃめちゃジャンプ力が、なんかワンツージャンプなのわかるんですけども、その場なんですよ、ボン下にめちゃめちゃ屈伸使って、それで勉強してるわけですよ、はい、スロー再生してドロップキックの踏み込みですね。言ってもメイもジャンプ力あるからね。そうですね。あ、でも残念だな、スーちゃんには負けてんな絶対そのジャンプは私に麺も食べながらどうぞ。あ、ありがとうございます。なんか食べますね。なんかメグさんがいいですか。ボイスさんがいただきました。メロンパン、これがいいですか。メロンパンとかやだ、かわいい。ありがとうございます。見てください、皆さんレレレー、やばい、食べれない。やばった、かわいい、超かわいい。これかこっちにしますか超ロングパンじゃないですかやばった。本当にこちらもいただいたんですけど、本当にありがとうございます。死んじゃう、開けれますか。死んないから死んじゃう。あ、そんな感じですか。そんな自分大丈夫ですか。たくさんメロンパンいただきます。だよね。じゃあソーセージパンください。はい、さっきの超ロングソーセージパン。はい、今ね、女子会タイムです、皆さん。もぐもぐタイムです。もぐもぐタイム、女子会です、女子会です。甘いの、いや、長谷さん、長谷さん、長谷さん好みって何だろう。長谷さん好み、塩パンとか美味しくないですか。シートベルトの中もいけないんですけど。あ、メイ、メイ、ちょっと袋から出ちゃってるから。あ、何それ、何。ソーセージパン、ソーセージパンです。超長いです。長っ自分の顔より長いです。多分勝つまで上ぐらいです。すげえ。これどうですか、置けないかな。はい、これ一口まずいただきます。はい、置ける可能性大。いただきます。皆さんすいません、用かもしれません。カツいただきます。コロッケパン置けるかな。うん、は、こっちがいいですか。甘い方がいいですか。いや、何がいいですか。置けないです。メロンパンとカツパンもありますよ。すっぴんだこれ。はい、すいません、皆さん辛いです。え、ちょっと一口ずつ食べてみ。一口、まず一口ずつ食べてみ。ちょっと目ちぎってくんない。はい、俺そのままかじって。いいですか。じゃあ、もらいます。ちょっとよく食べてごらん。すいません、皆さんチョリソーだと思う、チョリソー。口集中しすぎて、カラスが、画面が食べたらいい、こうやって。ありがとうございます。メロンパンいただきます。ちょっと自分、すいません、こぼします。ピーターパンで一番好きなのは塩パンと、明太子のパンです。あ、たらこパン、たらこパンもあるよ。いや、たらこパン、マリアもね、塩パンとたらこパン、マリアも好きだからちょっと探してきたんで。多分これ明太フランスです。明太フランスですよね。あ、それちょっと、あ、はい、長いパン、ちょっと半分にする、半分にする。マリア、マリア半分にする。あ、あ、ここにもあります。あります、あります。一番ありがとうございます。これ美味しいです。ダフィーさんより、こんにちは、早くビビちゃんが、見つかりますように。皆様も、体調に十分気をつけてください。長谷さんの気持ちが届きますようにと、スパチャといただきました。ありがとうございま す, います。今日本当に頑張りま す, 頑張ります。エネルギーチャージ大切です。今度食べれるときは本当にもう寒くなって夜しか食べれないので、今のうちに遅めの朝食だよね。はい、アルド・ベーラさんより、
ますいやきっと多くな口を開け大きな口を開けてるであろうりんちゃんが見えないあやだあのそうしてくださいお察知してくださいいただきますおいしい最高です幸せです大きな口開けて食べておりましたマジでうまい、はい、こういう感じで本日は4人で向かいたいと思いますすいませんさんの車かっこよかったねはいなんか86でしょはいあ馬太郎あ、すいませんカメラマン馬太郎乗せていただきましたなんかさイケメンな感じじゃん、はい、2人で乗っかってると、はい、デート中の人みたいだったよ、はい、うちらタンコロスボロボロになってて笑あのスポーツカーはすごいなさもすっごい好きなの今までいろんなスポーツカー乗ってきたんだけど、はい、で大きい車も乗ってきたんだけど、はい、今ヴェルファイアこれ会社の車用車もヴェルファイアだけど、はい、でもねでもねでもね、はい、最近、はい、リンちゃんカーに乗ってから、はい、軽自動車に目覚めちゃってだから燃費がいい。そうなんですよ。小回りが効く。そうなんです。意外と物が乗る。はい。なんかね、面白くなってきた。あの軽自動車が面白い。はい。意外といいんです。軽自動車。長谷さんも車ローン組んじゃおうかな。はい。え？なんと今。ローン組んじゃおうかなってからまさかのうん、軽自動車え、軽自動車ですかすげえ軽自動車バカしてんじゃないぞ軽自動車はマジでいいですよマジでいいよあ、オノレオンさんよりビビちゃんが早く見つかりますようにとスーパーチャットいただきますありがとうございますあ、いつも最近ね、YouTube でもはい、選手のやつ絡んでくださってありがとうございますありがとうございますはい、そしてメープルさんよりゆっくり栄養チャージして素敵な女子会を楽しんでくださいありがとうございますスカロマのね、スカロマなんですよこれも現場入ったらもう戦闘モードですから、はい、普段の子たちそういうところを、ね、長谷さんおばさんだからおじさんとも言われるし最近ほらみんなを映したらあはいありがとうございますちょっと短くしますねは長谷さんは映さなくていいよはいよいしょこうですね映りますかちょっと真ん中いただきますか真ん中にやったらみんな映りますあここが一番いいですか長谷さん前にいますかですよねすいません違うおばさんは映さんでいいよはいあのですね、27年生きてて初めてのカウン症を使ってます初めてのはいなんかカウン症かなって疑われるようなことはちょいちょいあったんですけどこんなにカウン症しんどいのは初めてかもしれないです昨日さ夜中とかにさうちのくしゃみ聞こえなかったうちくしゃみしてたのいつですか夜中わかんないすんげえ連発で出ちゃってあ、そうだったんですか、うん、鼻がかゆくてマジで昨日ピークでやばかったです、うん、で昨日、今日もやばいですくしゃみが1回で終わらないあの風に乗ってるんだよね、もうねはいガチで今車の中だからミスで何もないですけど多分窓をちょっとでも開けたら鼻水と目が今コンタクトしてコンタクトですら痛くなるくらい目がかゆくて涙出てきてマジでやばいですこんなに花粉症って辛いんだって思いましたねわかるわはいなのでちょっと気の持ちようで眼鏡かけてますコンタクトそ
けどゴーグルにした方がいいよ。はい、ゴーグル欲しいです。買い物行く時も一人だけゴーグルあのスキー用のゴーグルみたいなのシュノーケリング的な。あ、すいません、お母さんは写さんでいいか。札幌さんから今日こそビビちゃんとサイクルが渡っていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。本当に頑張ります。辛いんだすごく辛い、汗かいてきた。辛くて、あ、それでしょ。はい、なんかすっごい汗かいてきた今。いや、こっちに向けといたら、はじはい、あ、ワイヤーでお願いした。はい、そうします。よいしょ。ちょっとマリア、手汗ごめんね。いや、アップで見るとブサイク生配信なのに、すっぴんなのでちょっと。いや、すっぴんとかの問題じゃないね。多分この眼鏡が私の顔をブサイクさせてると思うどうしたんですか、この眼鏡。みんなから奪い取ったメガネ。お静かにストラップがチャラチャラ。マジで辛すぎて汗が出てきてる。どうしよう。窓開けたいけど死んじゃう。どうしよう。二つの格闘が。また。今週辛いですよねってコメント来てます。辛いんですよ。そうなんですよ、ね、本当に目が痒くなります。目が痒くなってくしゃみが止まらないです。わかる、はあ、辛い。いやマジで変な汗が自分出てきてます。やばいガチのやばいやつ。ございます。皆さん頑張ってくださいってコメント。あ、トムとジェリーのスマホケース300円。安いです。さ、あ、あの300円、ん、サンキューマート390円、400円税込みで。うん、サンキューマートで買いました、トムとジェリー。すごい可愛いですね。可愛い。300円に見えないですね。素晴らしい。辛い、甘い、辛いらしいですよ。辛いんですよ。汗出てきて。やだ。これさ、配信ってさ、顔加工されないので恥ずかしい。そうですね。ここにでかいニキビができた跡が、まだ今治りかけてる最中なんですけど、これマジで痛いんですよ、このニキビ。中学生以来のでかいニキビ。やばい。痛みとんなきゃ。メガネが大きくないですか。そうです、特徴はメガネです。結構お気に入りなんですよ、このメガネ。最近ずっとそれされてるイメージがありますね。マスクに塗る花粉を寄せ付けない薬みたいな効果、効果じゃない、結構効きます。そうなんですね。あ、あ、スーパーチャートいただきました、メープルさんより、長代さんは謙遜されてますがかっこいいです、選手の皆さんも素敵ですとスーパーチャートいただきました。ありがとうございます。ありがとう。熱い。ちょっと少しだけまだ開けます。花粉症が、花粉症耐える。だったらゴーグル買うんだ、ホームセンターで。ゴーグル女がいる。恥ずかしいです。で、それで、はい、テーマ曲かみたいなこと。あ、いいですね。あの、崖のところを滑ってきます、それで。そうなんですよ、サンキューマート安くて可愛いものいっぱいあるんですよ。せーの、アフリカ花が咲いたら
届け。ビビちゃんに届け。最近っていうあれだよね。優しい男なら浮かんだ。自分あれが好きです。何今ハマってるのは言えないよです。言えないよ、はい、うるな、はい、何なんか恋したんだ。え、違います、違います。何あの辛いのしか食べませんよこいつ。え、自分辛いの苦手です。うっさい、うっさい。そうですね、辛ラーメンしか辛いの食べれません。辛ラーメン食べればさバッチリでしょ。カレーも甘口がいいです。甘口に卵入れます。いや、信じらんない。カレーは辛くなきゃカレーじゃないんだよ。でも野菜カレーが好きです。ちょっとめちゃめちゃたくさんの野菜をあげて。あ、カレー食べたくなってきちゃった。またもうないですね、多分。あの、アサリ、あアサリカレー、アサリしてていいですよね。あいたたたあいたたたあれ、あいたた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 たあれ、あいたたたたた、びっくりしちゃった。なんかありました。あいたたた、すごい。皆さん今日も頑張ってくださいってコメント来てますね。やばい、この配信こうやって横側から自分を見てるんですけど、おばさんみたいな感じになってた。私がおばさんなあ。でも難しくなってきちゃった。森高千里大好きです。あ、間違えた、森高千里さん。てか様、私の中では様だな。めっちゃ好きです、自分。そんなんね、いつかそうやってね、君らね、若い子には負けるわって言いに来るから。自分もすでにそうなんですけど。何十年か。チラチラ見るんじゃない。すごい。大体 JK 卒業したらみんな若い中学生くらいからするとまさか。なんか学生生活終えるとめちゃめちゃ人生早く感じます。で、ここよりも先？一個先行きます。一個先でおりました。あるんだね、道が。はい。これ手間だとちょっと距離が出ちゃうんですよ。確かに。同じ名前なんですよね、頭が。福崎受け側、はい、あ、受け側、受け側だ。受け側です。受け側様、私がおばさんになってたら、あなたはおじさんよ。あ、知ってます、森高千里さんの雨。なんだっけ曲、知ってます。この間き自分聞きました、アルバム。あ、チェクソン BB さんから、今日こそひびちゃんと出会えますように、諦めない気持ち、あっちこさん、みんなと共にチュパチャといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。諦めないよ、諦めの悪い女だけさ。本当にこの暖かい時期に見つかった。ずるい女じゃないけどね。バイバイ、はい、ありがとう、さようなら、愛しい恋人よ、あなたちょっといい女だったよ、その場で強い女だね。昨日、はい、昨日メイじゃない、マリアとミオがイヤホンで離れない歌をやってたんですよ。あれ見たときトンネルだったので遮断されたの。ちょっとまだぐるぐる。メイちゃんのやつぐるぐる確率高いよね。動きました、大丈夫です。画面はくるくる、あ、画面はくるくる、あの一回くるくるするともうくるくるしっぱなしなんですけど、動いてます。はい、今動きました。食べれたらなんですか。え、ハモってみて。だからさ、主戦から、主戦だからハモ、自分がハモりですか。そうだよ。なんか自分で音を考えるんですか。ちょっと 4G ですか。マリアのくしゃみが映ったってことは映ってます。やだ、恥ずかしい。なんていうタイミングで再開してくれてるんだ。はい、大丈夫です。本当大丈夫。はい。
はい、今動いてます。すいません、皆さん。いきます。ちょっと待って一緒に歌ってるだけじゃないそれ同じところ歌ってるよ一緒のところ歌ってるからちょっとハモってはいあのハモリだからハモリハモリ自分はこのキーですかそうキーが違うのキーとかじゃ、まあ、キーじゃなくてハモ、はい、ハモリハモハモ上げ下げだねっていうのをハモってんだ、ハモリを弾けるずれるの、ハモリってあげ下げだねアルトを歌えばいい違う、ハモだよハモハモハモリだよマリア、ハモれんハモリあ青いベンチならハモれるあー、昨日やってたねはい、見たよ覚えたんで、昨日ミオがすごかったね、昨日のハモリすごかったですマジすごかった。まつわってやってんじゃんみんなよく。はい。まつわ。違うよ。ハモリですよね。そこ違うよ。まつわ。まつわ。いつまでもまつわ。あれ違う。わからん。もう一度せんよ。までもまつわ。わで上がるんですか。まつわ。まつわ。みんなふざけて歌いすぎなんですよ。あれやるとき。それは可愛いふりしてね。行ったり来たり行ったりすれ違いあなたと私の恋っていうのがハモリこれがハモリで主旋は行ったり来たりすれ違いあなたと私の恋が主旋でハモリは行ったり来たりすれ違いあなたと私の恋二つともわかんなくなってきちゃった皆さんそこの看板あるじゃないですか。左行っちゃいます。右。あ、仕掛けね。はい。右。あ、そのターンに入った方がいいです。右の手前の U ターンって書いてあるところ。あ、できるんだ。はい、これ1個中入れるので、ここです。この細い道です。で、ターンした方が近いです。そんなターンよりもあんたたち何やってんの？あの道をそうだと思って近道をしてんのけどまだ今ここで降りるときはこっちの方がいいです。はい。何の歌でハモりますか？主戦が得意かもしれないです。じゃあマリア。みんなそうだよ。誰もハモリが得意な人いないと思うけど。みんなそうだよ。びっくりしちゃったよ。ハモリが得意なのはあの専務だけだよ。はい。専務。あきさん。言われ続けたろこの生きるのが辛かったはい歌詞がすみませんわからなくてリさんちょっと待ってください歌詞それなんて何名前です松は松は松行ったり来たりすれ違いあなたと私の恋行ったり来たりすれ違いあなたと私の恋いつかどこかで結ばれるってことは永遠の夢永遠の夢ってそこでユリゾル永遠の夢ユリゾルなのユリゾルって一緒の音になるいったり来たりすれ違いあなたと私の恋これスタートからハモリですか？あ、手を入れるだ。可愛いふりしてのとこは普通ですか？一緒。可愛いとやるもんだねと言われ続けたこの頃生きるのが辛かった。イエイイエイ。行ったり来たりすれ違いあなたと私の恋いつかどこかで結ばれるってことはとはの夢。ドアの。全然違うけど、ドアの。
分とわの夢違う分かんなくなっちゃったとわの夢とわの夢広い空誰のものでもないわ風にひとひらの雲流して流されて連れてる気がする私まずはいつまでもまずはたとえあなたが振り向いてくれなくてもで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 もって言いたいそして前でバカらしいじゃん違うんですよ歌いたいんですそこがどうしてもみんないつもこうで次に歌いたいんですそこが来ないと歌えないんですアミンさんうちらの時のベスト10もうそこまで来ないと私って言えないんですよあのさ基本、はい、あの下手くそということで、はい、いいんじゃない自分上手かったです今自分も上手かったです歌詞分かんないもうバカな点々だよなバカだもうラップ調はあの心のベスト10第1位ダンスフロアハニー鮮やかな光僕をそっと包むようなハーモニー麦は地球は神様がくれた甘いメールの花もうこれはマジで神です好きですでもなんか昭和曲が好きです自分今本当にスモーチッキンエッキンビールで流し込み渡らせ Say how old and no Do the back of the Then I'm going to let it be snap なんてねはいラップのところでそうこれ良くない良くなくない良くな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 あなたに彼女どうしてなの悲しみが止まらないあなたに彼女合わせちゃダメ後悔するぐらいだったら合わせちゃダメよそういう男だったのよダメ久保田咲さんの異邦人子供たちがそれに向かい昭和両手をちょっと振り向いて見ただけの地方人中佐地方人だからね地方から来てるから、はいの歌好きなんだね好きです渡辺真知子さんとか大橋純子さんとかめちゃくちゃいいよ大橋純子さん知ってます恋する女はかっこいい曲夢見たがりのってはいあと高橋真理子さんですああもう歯がゆいのよ、その唇、はい、キスする場所、間違えてるってやつでしょすごいよねあうまい、上手、お上手、ほんとすごい素晴らしいなんであんなに歌うまいんだろうと思って昭和の人たちうまいよね、はい、うまい、うまい歌うまくて生まれたかったです恋人よ、はい、音痴なので歌うまくて生まれてたらいっぱい自信持って歌歌ってました今君を今の君をすっごい好きなエリアなんだっけ
つまでも忘れないから泣かないで笑ってよ、一番の笑顔見せてよ。はい、はい、ナオトさん好きです。最近スピードよく聴いてるんですよ。はい、私を連れて行って、いいよね。はい、めっちゃ結構聞いてます。嘘、うちね、今ね、西川さん、西川さん、あーそれ季節に決め、めっちゃいいですよね。顔を呼ぶそんなん待っていたら不要な青年主題、本当にあの寒い時にもうホワイトブレスの世界だった。いつも夜もう風がすごくて、はい、マジでラブイズオーバー。お前が行ったところすっごい人いっぱいいるんですね。昨日も人いないね、はい、そこには。はい、多分いないです。アパレルと思えないにしよう、霧がないから。鈴木雅之さんの今夜、はい、一番あれ聞きますよ。違う、そうじゃないみたいな。違う違う違う、そうじゃ、よくそれは聞きます。リストに入ってます曲の。はい、はい、はい、鈴木雅之さんの声が好きなんです。自分あと小田和正さん、いっぱい連れて今あれしてる人もいますね。創作小田和正さんに歌う、めっちゃいいです。始まりはいつくらい、小田和正さん、そやがきまゆるでも、すごい好き。時に愛はイエスの、君を抱いたいのやりたい、好きになってもいいの、誰か言っていいよ。ほら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 先輩と付き人だからもうその中に入ってからいいよっていいよって言ったなと思って、いいよって。さあちょっと待ってねえ、はい、言われんか君も。そのうち誰か好きと言っていいよ。そうだそうだ、いやいいよじゃないんだよね。いいのいいよ、好きになってもいいのいいよやだやだやだ、愛の手がちょっと幼い愛の手が幼い、いいよみたいなその愛の手はいらないな、うん、そういうの、そんなんさ言ってくれる日本人なんてほとんどいない。好きって言ってほしい。いや、それじゃない、メイは何でも言ってくれる夢をそんな簡単に叶えないでみんなで言ってあげる、どんどん言って、はい、好きと言ってほしい。好き違う。あのメイの好きはあの軽い。軽い。好き好き好きイエーイみたいな。軽いよ。軽いな。ちょっと軽めに言ってみました。え、誰？なんか重く言ってほしいのそれ。なんか本当のなんか好きっていう言葉じゃあもう一回練習してみよう。あのほら練習。っていうのと一緒だから。はい、言って、好き言ってって言って、好きって言って好き、あ、なんか鍋さんのをしてみました。え、ちょっと目も結構こもってたけど、せーの、好き。いやだいやだいやだ、その好きはいらないもうなんか好きみたいな感じの好きじゃない。それはもう推しに対する好きみたいな言い方。対抗者来ちゃった。キス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 、はい、竹姉さん、はい、よいしょ、すごいちゃんと、はい、近くまで、仕掛けに行ってみよう、まず、はい、はい、仕掛けたところがこの先です。近くに着いてます。で、今ね、ね、いくつか神社に仕掛けをさせていただいたんですけど、左側だったよね。左です。Oh my gosh. Okay.
1箇所目に行きたいと思います。こっち大丈夫です。狭いんですよ意外と。道路が好きと言って言ってほしい。ほらほら、やだやだ。あ、違う違うな。好きずっと言うんだよ。好き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 。外人さんが好きって日本語で言ってるみたいな。を全然取らないです、はい、私、うん、本当に、なんだっけ、大事にしてくれる人がいれば、はい、気をつけて探索してください。あ、1箇所目は後ろで、2箇所目はこの先です。先の山、あの、どこ、山の方に、山の方に、山の方に、ね、はい、OK、あれだ、ヤブヤブの方ですね。よっしゃ、2箇所ヤブ行って、その後そのところに行きまして、最終的に違うところ。ちょっと写真撮ろう、それ。あの、はい、あのか、あれじゃないよね、あのヤブじゃないよね。もう一回、もっと先だっけ。ですね、ここ曲がります。曲がります、はい。昨日行ったところ、なんで覚えてる、すごい、私もう多分明るいうちに行ってるからね。はい、ここうちどちらかって言ったら夜帯じゃん。で、途中からお尻から入んないと入れないんですよ。だから、この先で自分ターンしてお尻から入りました。これ、いえ、先です。ですね、そのところど、これここですね、 ここお尻から入りました。あ、だから、ね、あれお尻からじゃないと入れない、これ。いや、あの、ターンがどこもできないです。おー、 U ターンラブできないってこと。はい、はい、なのでここお尻から入りました、自分は。じゃあ U ターンラブなしなのね。はい。あ、小賀千代子さんから、今日こそいい報告が聞けますように、皆さん頑張ってください。お仕事に戻ります。スーパーチャットいただきました。ありがとうございます。頑張ります。頑張ります。あとコメントでですね、荒川も近いから行ってみますと。ありがとう。創作に出てる方が、本当に、あの、暖かい格好、いくらね、暖かいからって言って急にやっぱり寒くなるんで、はいはい、本当に無理がない程度でお願いします。お願いします。ありがとうございます。私、あの、あれどこ行った、あった、マスクないと死んじゃうんで、花粉が、はい、行きたいと思います。着いた。はい、なんかこれ不思議な音がしますね。ありがとうございます。ありがとうございます。では、今外で見てこういう感じのところの藪に入っていきますっていうのを撮っていただいて、はいはい、一緒に行きましょう、皆さん。はい、行きましょう。はい、ありがとうございます。ちょっと仕掛けた場所があるので、赤でいいか。赤で寒くないもんね。あれ、はい、暖かいです。風はちょっと、おすすめの人、そのままで行って、 T シャツの人は服を着た方がいいですよ。はい、すみません、一瞬だけ持っていただきます。はい、ドアップだ。一緒に行きます。あ、ロックムーさんより、皆さん頑張って、ビビちゃんに会えますようにとスーパーチャットいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。モさん、モさん、モさん、頑張る。では、じゃあ行きたいと思います。おります。泥、泥が、
今からですね、このでかい崖を上がってきます。ここね、ほらこんなに広いんですよ、見てください。ちょっとお見せしますね、こんなに広いんです。ここそして私たちこの後ろの河川敷ひたすら走ってました。すごいんですよ、車がこの先の途中で入れなくなるんですよ。人がね動かないと。やばい、目かゆい。目だけじゃなくて肌がきてる。なんで私たちここ上がっていけます。うわ、太陽がすごい。逆光だこれ。ちょっとカメラ逆にし、もう捜索してる人もいる。できないか。これね、膝が、あ、やばい。はいはい、ついてきてくださいね皆さん。すごいんですよ。ここ結構急なんですよね。足が取られるこれ。そうなんです。ズボッと行く。はい。ここで昨日滑りました自分。さっさと行くなよ。はい。ここですね。あれ？ミシルチがなくなってる。どこだ目印？多分こっちですね。オッケー。あ、すいません、すいません、ありがとうございます。ちょっとですね、ヤブを見せましょうか。こう、ここなんですよ。こういうヤブの中にちょっと眩しいんですけど入ってるんですよ。目印をいっぱいつけてるのでいこうと思います。ちょっと画面ぐらい、あ、できた。はい、こういうヤブなんですけど、多分もうちょっと奥の方に、それ逆カメラ、こっちですね。はい、今逆カメラにしてます。ちょっと待って、目印どこだっけ。あるよ、そっちですよ。はい、あ、今降りてってる。リさん、多分こっちじゃないですか。いや、あのね、車から見えるところに一つあった。あ、本当ですか。じゃあ、その近くだと思う。マリオ、ね、もう一個のやつは何個か来てるでしょ。じゃあ、一人向こう側にちょっと歩いてってくれる。はい、自分そっち側行ってみます。私、こっちちょっと見ます。田中さん、降りないでください。大丈夫。はい、ヤブが見ない。写真撮って。はい、よくでしょ。ヤブが見ない。よいしょよいしょ。多分もうちょい向こうだと思うんですよ、ね。じゃあチラシがついてるの一つ。目印のポイントで。風とかが落ちちゃったんですかね。見て。あ、待って。ないか、ここじゃない。多分全部位置情報やってるんですけど。上がってみようか。よいしょ。よいしょ。多分。よいしょ。ここ。本当に全部竹やぶで。もしリードをつけてたら引っかかってたら嫌だなってめちゃめちゃ思います。よいしょ、マジさんめっちゃ飛ばっちゃった。お疲れ様です。さあ、これってさ、あ、ただここだけがさ、はい、向こう側でつけてるよね。向こう側はジムトリーさんがこの間行ったところで、あのもう湖っていうんですか、めっちゃちょっと大きい湖があっての、なんか畑とかがあって、でもそこら辺まで湖来てるよね、もうね。はい、そうなんですよ。あれ、じゃあここじゃないかな、はい、危ないよね、それは分かるはず、はい。チラシとかで矢印置いてて、ちょっと待ってください。今マリアが向こう行ってるんですけど、向こうにあると思うんですよね。一応あのご飯とかも持って行かせていただきます。
離れてないと思うので。ご飯を置いてあるんですけど、もしそこのご飯が売っていたら次はカメラを設置して撮影していきます。足元がね、結構坂で急ですね。で、ちょっと待って。写真もちょっと見てみて、どんなところで。どこだろう。この辺だと危ねえ。うん、足元悪いね。ビビちゃんもし切れたら結構大変だな。結構ね、入り組んでますね。入り組んでて、こんな感じ。よいしょ。
怖い、足場がめっちゃ悪い。いや、よいしょ、上、こっち行くと湖が、うわ、見てみよう、踊りますね。よいしょ、結構本当に急なのよ。よいしょ、よいしょ、今止まったの？はい、あそこです。こっち側に。あと別の場所に。ここが2つ？ここ2つです。あの、あそこと、こっちです。ただ、あっちの餌がないので。ちょっと見事に。皿に入れてんだっけ？メインの後ろを。このなんかちょっと穴開いてるのって足跡だったりとかしないの？違うから、歩いてそうじゃないですか？違うのかな？熱い、どう？この辺だと思うんですけど、多分その手前のところ、海がいるようなところに、奥には行けないかもしれない無くなってます。置いてあった？はい、どこ、ここ写真撮って、はい、でそこにも一回仕掛けて、はい、はい、なんかそういうの持ってくれたかったね。片手だからここだよね。ビビちゃんはちょっと人がビビリな子なので、近づいたりとかすると逃げちゃう子なので、あんまり積極的にはいないです。もし見かけても本当に
捕まえようとするんじゃなくて、もし皆さん、もし探してくださってる方とかいらっしゃいましたら、捕まえようとせずにご連絡していただけるととてもありがたいです。人が怖がりな子です。とてもこの辺だよね。よいしょ。一本木が。どれ？ここのさ、ここ以外にさ、ピンクの棒ってなかった？と、あ、ご飯置いてきた。はい。はい。皿も。皿持ってたらよかったな。そうですね。百均とかで買えなかったかな。とりあえずピンクのところにでも餌を。両方とも皿は入れてないの？あっち、うん。あれかな。あれ、そんな遠かったっけ。こう一面竹やぶが保健所には連絡しております。とてもビビリな子で追いかけたら逃げてしまうので、もし見かけても追いかけたりせずにご連絡していただけたら嬉しいですね。あった？
どっかに隠れてるかもしれないけど、よいしょ。足場が悪いから体力とか奪われちゃってないかな。大丈夫かな。そうですね、人の気配とかでより一層隠れちゃってるかもしれない。よし、とりあえず今はあの仕掛けた餌のチェックに行ってます。はい、そうですね、一旦自分たちこの餌のチェックとかしてまた回って、配信もまた何か分かりましたらさせていただきたいと思います、はい、今あそこにネズミが走ってます。走れなかったんだ。足場結構悪いので、体力とか、うん、本当にビビちゃんも本当に心配です、それで、うん、なので、また、はい、一旦切らせていただきます。また分かったら再開させていただきたいと思います、はい。長い間ご視聴ありがとうございます。たくさんのスーパーチャットもコメントもありがとうございます。ありがとうございます。またじゃあ時間見て配信始めたいと思います、はい、では切ります、はい、また。